戦像の刻まれたデナリウス銀貨、ルキウスカエキリウスメテルスは、共和制ローマ中期の政治家、将軍である。執政官に二度選出され、第一次ポエニ戦争を戦った。父は、紀元前284年に、執政官を務めたルキウスカエキリウスメテルスデンペル。息子には、同盟のルキウスカエキリウスメテルス、紀元前206年の執政官となった。 クイントスカエキリウスメテルス第二次ポエニ戦争でプラエトルとしてハンニバルと戦ったマルクスカエキリウスメテルスがいる。メテルス自身も紀元前251年と紀元前247年に執政官に就任している。また紀元前243年には最高人技官、紀元前224年には独裁官に選出されている。 紀元前251年には、パノルムスの戦いで、カルタゴの司令官ハスドルバルを破り、シケリアにおけるローマの優位性を確立した。この戦いでは13人のカルタゴの将軍を打ち破り、120頭の戦像を捕獲し、外戦式を挙行する栄誉を得た。戦像の南東下は、ローマで市民に披露されたが、その姿は、メテルス家の貨幣中造委員の手による、 デナリウス銀貨に描かれている。この戦いで、ローマ軍は恐るべき戦像と戦うことになったが、メテッテスは、警不評を残壕に潜ませ、残お及び城壁からの投げやりや投石攻撃によって、戦像にパニックを起こさせた。この攻撃と奇襲による、素早い反撃を実施することにより、ローマ軍不評は、カルタゴ軍を一掃した。女神像の刻まれたデナリウス銀貨 メテルスを表す M と E が見えるメテルスが最高人技官を務めていた時、ウェスタ神殿が火事になりパラディウムや他の神聖な品々ナナが破壊され、そうになった。メテルスは躊躇することなく炎の中に飛び込み、このローマの神聖なシンボルを抱えて戻ってきた。この際の熱のために彼は盲目になってしまったが、ローマ元老院は彼に対してチャリオットに乗って、 クリアに行く特権を与えた。彼の高貴な行動を記念して、メテルスケは、パラスの像も彼らの鋳造するコインに刻むようになった。ありがとうございます。